ケネムスはデブ増えてきてて思います。今日はですねシーズン3に早速ですねアップデートが入りまして、いろいろ調整が入ったという形で、まあなんか同じ鉄をシーズン1、2踏んでる匂いがするよねというところで、今日はアップデートを見ていきつつ、今シーズンシーズン3での問題点っていうところをですねみんなと見ていければなという感じでやっていきたいと思いますので、早速目次いってみましょう。1つ目アップデート、2つ目シーズン3の問題点で、最後ですねそれを踏まえてまとめという形でやっていきたいというふうに思っております。でまず1つ目なんですが、アップデート来ましたよっていう形で、あのシーズン3の開幕早々アップデが来ております。はい、でアップデートの内容が俺的にはねちょっと微妙で、あ全然これあの売ってなかったわ、微妙で、内容としてはかなりですねあの同じ鉄を踏んでるよねっていうのが俺の印象としてはあります。であのどういう話ですかっていうと、要するにシーズン1とかシーズン2の内容と、内容ってそのやり方というかミスというか、わーこれちょっとなんか数値が悪かったね、調整しますわみたいな感じのノリっていうのが、多分シーズン1、2、3あの連続で同じようなことが起きてるんだよね。まあ、要するに今回のアップデートで言うと、超ざっくり言うと、まあ、いろんなねドロップ率とかが緩和されたりしたんだけど、それさ結構さ前から分かっててたことじゃねみたいな、ちょっとプレイすればわかるくねっていうのが起きてるんだよね。なのでそこら辺含めですね、まずはどういうものが具体的に変わったかっていうところをやっていきたいと思うんだけど、ざっくり言うと、とりあえずあの石のドロップ率とかが増えて、で石の経験値、必要経験値があの増えましたっていう感じです。はい、なので、まあ、そんな感じの内容になってます。ウーバーマルファスから出てくるあのドロップされるあの石っていう、ウーバーのドロップ率とかが 0.25 から 0.5 に上がったりとか、であとは925の装備排出率が高くなったり、でその代わりにあのウーバーマルファスは強化されると、でさらに言うとあのウーバーマルファスとかを倒した後のあのプラスの宝箱をね、あの誤報が残っているタイミングでゲットできる宝箱の中からのあのユニークの石のゲット率の上昇っていうか、まあこれそもそも元はどうだったのか分かんないんだけど、まあとりあえずユニークのドロップ率が 3% とかになったみたいな感じで、さらに言うとあの石のレベルアップまでの必要経験値が減ったという形になるので、まあそこら辺がですね一応今回かなり変わったポイントになってるかなっていう感じですね。なので、まあ、要するにあのかなりナーフされたの、まあ、ナーフって言っていいか分かんないけど、とりあえず俺たちがよりやりやすくなったっていうか、多分、まあ、あのいろんなところの声を見ていると、正直元があまりに確率が低かったり、その周回するため の, そのメリットとかがあんまりなかったりとか、ちょっと微妙な感じだったから、もっとよりメリットを出すために緩和したりっていう形でやったんじゃないかなっていうような、まああの匂いがしてるねっていうところですね。なので、まあ、今回のねあのアップデート内容としては、基本的には、まあ、制御石とか調律石とかあると思うんだけど、そこら辺の石のドロップ率であったり、あとは落ちるポイントが増えたり、でそれに伴って一緒に925の装備のドロップ率も増えたりというか出るようになったりとか、でさらに、まあ、あのこの石たち、調律石、制御石っていうののレベルアップに必要な経験値数が、まあ、低くなりましたよと、要するにレベルアップがしやすくなったというのが今回のアップデートなんだよね。でまあ、ちょっとねあの最初にも言ったんだけど、あのこれってさシーズン1、2、3って立て続けに起きてねっていうところでそこをですねあの次の項目シーズン3の問題点という形でやっていきたいと思います。で、まあ、シーズン3のレビューに関しては、まあ、別動画やってるんで、細かくねあのこれがこうでこれがこうで、まあ、こういう風に思ったよっていうのはですね、まあ、あの長くなるんでそっちの動画見てくださいって感じなんで、一応動画詳細欄にはねその動画置いとくんだけど、今回ね内容としては、問題点としては同じ鉄を踏みすぎてるっていうのが俺的には結構ちょっとね問題だなっていう感じであの思ってる。やっぱりねあの同じことの繰り返しをさすがにやりすぎなんだよね。これがね、このアップデートがシーズンの中盤とか終盤とかでちょっと味変するために、ちょっとなんか一味加えるためになんていうの、アップデート入れるとかならいいけど、もう鼻から入りから最初からね、もうなんていうの、全然ダメだから、ちょっと確率を変えてちゃんとゲームバランス整えようねっていう風になってるのが、ちょっとねいただけないなっていう形になってて、
ここら辺がねまず1個目としては良くないなというふうに思ってます。でもう1個ねちょっとね微妙だなというか問題点あるなというふうに思ってたんだけど、まあ、なんかその感想動画見ていただけると分かると思うんだけど、なんかシーズン1の匂いするよねみたいなことを言ってるんだけど、あのねなんかシーズン1とシーズン2作ってるチームが別らしくて、その偶数奇数でシーズンの作ってるチームが違うらしいんだよねなんか全然俺これ知らなくて、多分シーズン1をやってる時にシーズン2のチームが作っててみたいな、多分同時進行でやるのって結構むずいと思うので、チームを2つに分けて、まあ、あの片方のシーズンが開催中の時に片方のシーズンを作るみたいな、そんな感じなのかなっていうところなので、まあ、それでねあのチームが2つあって、今回のチームはシーズン1のチームが作ったシーズン3らしいんだよね。なのであのはっきり言って奇数のシーズンってもしかしてハズレじゃねっていうのがあって、でその中で、まあ、俺があの以前ね作った今回のシーズン3の初感というかファーストインプレッションの動画の感想はあのシーズン1となんか似てるよねみたいな、でなんかちょっと今シーズンはさすがに面白いとは言い難いという感じで、さすがにねちょっと嘘つけなかったので、まあ、ちょっとそこは正直に言ったんだけど、まあ、そんな感じでちょっとねなんか微妙なねシーズン3だなって思ってたんだけど、まあ、シーズン1を作ったチームがどうやらシーズン3は作ってるらしいということなので、ここら辺とかもね足を引っ張ってる要因になってるんじゃないかなっていう風に感じてしまった。なのでかなりですね今回としてももう本当にですねなんて言うんだろうな、あの同じことの繰り返しをしてる上にシーズン1のあのなんて言うんだろうな、あの作ってる人たちがまあ携わっているということなので、それによってですね、まあ、同じ鉄を踏んだ挙句にバランスもシーズン1のような悪さになってる。でシーズン1ってさなんかさなんて言うんだろうな、ディアブロっぽくないんだよね、シーズン1のあの頃のディアブロって。まあなんて言うんだろうな、そういうのってハクスラやってた俺らそんな求めてなくねみたいな感じの内容なんですね。でそれがですね今回もなんかエルデンリングじゃねえよみたいな、こんなさ別に操作性がいいわけじゃないじゃん、上からの視点でやるゲームでさ、でそれでなんか操作性とか求められてもっていう感じのトラップ地獄みたいな感じだから、であの誤報は減る一方みたいな感じだからなのでそこら辺でですねちょっとですね、まあ、結構厳しい内容になってるのかなっていう風に思っちゃいますね。なのでそういったところで、まあ、かなりですね、まあ、同じ鉄を踏みつつかつ、まあ、あの結局シーズン1と同じチームが作ったらこういうクオリティで出来上がってしまうっていうのが、まあ、分かってしまったので、まあ、なんていうかな、結局なんかね、まあ微妙なんだよね。どれもこれも微妙って感じなんだよね。で、ウーバーの石もですね、0.5% とか、ソシャゲのガチャかよみたいな感じだから、まあ、かなりエグいなっていうところになってて、しかもそれをゲットするには、なんか、すごいだるい、なんていうの？トラップだらけのダンジョンをやるみたいな、攻略するみたいな。まあ、さすがにそのトラップだらけのダンジョンさ、別に、求めてないと思うんだよな。俺は少なくとも俺自身は求めてないかな。トラップだらけのダンジョンが楽しい好きとは俺は少なくとも思ってないっていうか、別になんか全然面白いと思わないそれは。まあなので俺は普通になんていうかな、自分で考えたビルドで俺杖したいだけ、俺のこのビルドどんくらい役立つかなみたいな。で実際にダンジョンやってみて、うわ俺杖できたマジ楽しいこのビルドとかで、あとはうわなんかちょっと違うな調整しようかなみたいな感じでビルド考えてるときマジ楽しいじゃんこのゲームであとそのビルドがうまくはまってなんかサクサク無双できたときガチ楽しいじゃんこのゲーム。なのでそれでさ楽しいし、であとはやっぱりそのなんていうかな、ファームができるっていうのが大事だと思うんだよね。ファームができて要するにちゃんとですね報酬がしっかりしてる、現実的な数字でしっかりとした報酬がもらえるっていうのが大事だと思うんだよね。っていうのが、まあ、なんかファームがちょっと足りないよねみたいな、まあ、なんだけど結構キャラメイクっていうかそのキャラのビルドとかで、まあ、楽しかったりさ、いろんな動線が良かったから、まあ、血の収穫からあとはなんていうの、ささやきに行ってみたいな感じでいろいろね、いい感じのルートがあって、シーズン2はねそういったところも良かったんだけど、まあ残念ながらそこら辺がちょっと少なくなっていて、でようやく今回のアップデートでささやきの報酬で石がもらえるようになったりみたいなのもあったから、いやそんなんさ考えればわかるじゃん、血の収穫であんだけ良かったのにプレイしてますかみたいな感じになってるから、毎回さそのゼロからのスタートじゃないけど、そのなんていうの、経験値ゼロからみんな作ってるんですかみたいな感じになってるので、そこがねちょっとね俺的には
かなり問題点かなっていう感じ。まあ、とりあえずさシーズン1のさ、まあ、あのダンジョンがあったりその進化がいたり石を集めて石をレベルアップして進化をビルドを強化してで、まあ、そこはまあね人とそれぞれ楽しい楽しくないいろいろあると思うからいいと思うんだけど、俺が今回一番問題視したのはその同じことの繰り返しやばくないかなと思って、でさらに言うと今シーズンガントレットっていうランキングとかもあるから、まあ、そこら辺もねシーズン1のチームが作ったとなるとちょっと心配だなって思ったりもするバランスとかもね、なのでそこら辺も踏まえて結構ね今回俺はそのバランス調整とかをその毎回シーズン始まって1週間以内にアップデート入れてバランスを変えるみたいなことをやり続けるんですかっていう風に思っちゃって、それってさすがにやばないっていう感じで俺は思っちゃったかなっていうところですね。さすがにそれはまあ、シーズン1、2ぐらいまではいいけど3もなったらもうさすがにさ分かるじゃん俺らがね、なんか思ったり感じたりクレームが出たりするさ内容っていうのは、それをさなんかさ統計とか取ってないのかなっていう風に思っちゃった。さ自分のサーバーでさゲームやってるんだからさ分かると思うんだけどね、統計の数値とかさ集計されてる内容とかがさ出るからだと思うんだけど、なんかね全然ねそこら辺はまあなんか過去の経験が生かされない形で、まあ、なんか出てきちゃってるのが結構やばいかなみたいな感じですね。っていうのでね、そこら辺の部分が、まあ、俺はかなりちょっと微妙かなっていうふうに思ってるんだよね。まあそのね、シーズン3のコンテンツに関しては好き嫌いあると思うから、そこはまあいいとしてもって感じかな、俺の印象としては。まあ、俺は結構きついなって思っちゃったんだけど、まあ、なんだけど、まあなかなかね、じゃあ他の部分はどうなのっていう形だと同じ鉄を踏んでる。で、最後にちょっと3つ目にいけてない情報があるんだけど、普通にさ、グリッチというかバグがまだ横行してるみたい、取引のなのでアイテムの多分増殖グリッチみたいなのかな、わかんないけど、ちょっと俺はその使ったこともないし、そんなチートとか嫌いだから興味はないんだけど、それが まあまだ横行してるみたいっていうか復活したのかな、シーズン1か2のやつがっていうところになるので、まあ、よくさ、ゲーム始まる前にクライアントとかで PC だとね、今のニュースとかがさポップアップで出てたりするんだけど、まあ、それで、いつもよくあったというか、まあ、昨シーズンとかシーズン1とかでよく見たなんかその取引を今中止してますみたいなっていうのもなんかね見るように見受けられるようになっちゃったので、今書いてあるんでね、動画出てるこの1月27タイミングで、なのでそこら辺でですねちょっと新たなバグとかも結構出ちゃってて、グリッチかかなりねいけてない感じになってるかなっていうか、その同じような内容なので、このグリッチとかバグも同じような内容、多分チラッと見たけど、おそらくシーズン1とか2で あったやつと一緒だと思う。なのでそれがね同じ鉄を踏み続けてるっていうのがマジで良くないなっていうか、そのシーズン2になんであんなよくシーズンの前半戦とか作れたのに急になんかねなんか微妙な感じになっちゃったのがよくわかんないなという風な形で俺は思ってますね。もうなんかさシーズン1作ったチームは解体してさ、シーズン2を作ったチーム主力でもう一回2チーム作った方がいいんじゃねっていう風に思ったりもしたので、結構ね現状としてはこんなんだったらなんかさやってらんないよね、さすがになんか楽しくないとゲームって嫌だから俺ねえなんか微妙じゃないっていう風にどうしても感じてしまう今日この頃だったんですが、いかがお過ごしでしょうか皆さんは。なんかねちょっとね良くなかったね本当に、という感じで最後に今日のまとめをやっていきたいと思います。今日のまとめとしてはシーズン3開幕早々もうかなり大型な調整が入ったと、でメインのシーズン3のメインコンテンツですね、シーズン限定のコンテンツにかなりいろんな調整が入りましたと、で調整の内容としては、まあ、ざっくり言うとほぼほぼ、まあ、なんていうかな緩和という部分ですね、いろんな石のドロップ率がしやすくなったり、その石の経験値っていうものの、レベルアップに必要な経験値が下がったりとかっていう緩和が多いですと、で925も合わせて、まあ、ウーバーマルファスとかで結構ゲットできる確率が高くなったりしたよみたいな感じですね。で囁きとかからもゲットできたりして、まあそのなんていうかなシーズン2の頃にあった、まあ、血の収穫からあとは囁きへみたいな、そういったものが結構ね、まあ、使いやすくなった
というか、まあ、その感じやすくなったみたいな似たものがね、まあ、ただ血の収穫はないんだけどね、あのなんだけどそんな感じになったと。で、まあ、やっぱり問題点としては大きくやっぱり2つあると思ってて、まあ、全く分かってないという形で同じ鉄を踏みすぎている。であとはやっぱりシーズン1作ったチームが作ったシーズン3だったからダメだったねっていう話じゃなくて、その分かりきってるんだったら明らかな変化というか何かしらの修正が必要だから、それをすべきなんだけど修正なくまた同じ鉄をここでも踏んだ。でいろんな意味で同じ鉄を踏みすぎてるんだよね。でおまけに今は同じバグがグリッチが横行してて、多分アイテムがなんかいっぱい生成できるのかな、不正にっていうのが、まあ、できているみたいな。お金かアイテムか知らないけど、まあ、そんな感じらしいですわ。なので結構ですね、結局、まあ、同じ鉄を踏んでいけてない状況を繰り返しているシーズンになっているのかなっていうところで、直近だと本当にシーズン2の序盤がね本当楽しかったんだけど、序盤中盤あたりがもう結構ね、シーズン2の終盤からかなりですね下降気味になっていて、シーズン3の序盤もちょっとね俺的にはしんどいなっていう感じでしたね。まあなかなかね、結局正直俺シーズン3序盤ね一番何が楽しかったかって、新しく始めた全く触ったことないクラスのローグが楽しいっていう、全然シーズン関係ねえとか楽しかったっていう感じなので、むしろ逆にシーズン3はなんかシーズン3のストーリーもさ、なんかすげえなんかさ、まどろっこしくて長くて、なんだろうな、無駄にその滞在時間を伸ばすみたいなシーズン1の悪い癖出ちゃってて、しかもそのなんていうの、シーズン1と2と違って相棒のキャラ、シーズンのねおじいちゃんに何のなんかキャラクターもなくて微妙だったから、なんか特徴もなくてね微妙だなみたいな感じ でやたら話長いしお使い多いなみたいなところで、ちょっとね結構、まあ、シーズン1作ったチームだから良くないっていうのはマジで最悪な言い訳だと思うから、そんなシーズン1作った後にシーズン2っていうのが入ってたんだから、時間が3ヶ月もあったんだから同じ鉄踏むなよと思って結構俺は絶望したなので、うわーしんどってしんどってなったので、これは一体何がどうやればいいのか分かんないんですけど、まあシーズン4楽しみにしてよって言われてもちょっとそりゃしんどいわっていう形になるよねっていうところでですね、正直ね結構現状としては俺はまあだいぶディアブロの現状きついんじゃないかなっていうふうに思いますね。そのユーザーが分かってることを運営が何も分かってないからマジでやばいなっていう、そんな感じですね。後からアップデート出しゃいいっていう話ではないからね、そこに関しては感じなんで、ちょっとねこのアップデートが入って、まあ、そのアップデート入って現状のね軌道修正をしたっていうのは全然いいと思います。それは素晴らしいことですし、動きが入っているのも非常にいいことだと思うんですけど、問題点はさっきから何度も言ってるんだけど、同じ鉄を踏みすぎているっていうのと、シーズン1のチームの改善が何もなされずにまた来てしまったということ、何も変化がなくただただ同じ鉄を踏んで、で俺らがただババを引くという構造というか、それが同じように繰り返されているっていうのがかなりですね僕としてもまあいけてないよなっていうふうに思わざるを得ないかなっていう感じで、ちょっとねやりすぎっすわもうちょっとねもうちょっと頑張らないと、さすがにねっていう感じの、まあちょっと現状になってるかなって僕としてはね思っちゃうかな。ちょっとね良くないですね今の現状としては、かなりなんかね悪い方向に行ってしまってるので、もうちょっとなんか欲しいな、もうちょっとなんかもうちょっと違うような角度から欲しいなっていうところでね、ぜひ皆さんのご意見感想も聞かせていただければなというふうに思いますね。という感じでですね、本日はシーズン3ねちょっとね本当にシーズン2が良かっただけに残念だなって思ってしまっているので、マジでねこれどうしたもんかなっていう風にちょっとね、もうシーズン1の頃から大やらかしをしているので、そんなさすがにもう何回もそんなね同じくなんていうかね同じミスをひたすらみんなは多分待ってくれないと思うので、いろんなゲーム出てますのでね、2024年になってねっていうところでね、ちょっとね今後どうなるのかなっていう風な感じで
心配ですわ。ディアブロ4結構俺は好きなのにね、かなり好きなんだけど、好きなゲームなんだけど、本当にねちょっと良くない現状になっているなっていうところでね、今日はねこの辺にしておきたいと思います。っていう感じでね、 KTR ゲーミングではディアブロの動画結構出してますので、ぜひね皆さんですね、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でこんな感じでですね、ちょっとシーズン3もちょっとずつですけどやっていければなっていうふうに思ってますので、またね生放送してちょっとずつ進めていきたいなっていう感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。